にちは、鈴木健三です。それで、もらった目録をね、色違いを出しまして、5096回で、で、まあ、いよいよ進めるというところなんですけれども、どこに行けばいいのかというか、さっぱりわからなくてですね、ちょっとしばらくうろうろしていたんですけれども、よくわからないとなんか、そう、本当にどうすればいいのか、何急に、え、おう、誰だ、なあなあ、ポケモン勝負しようよ、はっはっは、急ぐね、こいつらもなんか名前も言わずに勝負もあったもん、なんか急すぎない、ちょっとやっとさっき俺もらった、俺ね、ハウ、シマーキングの孫、はあ、じゃあ、あのデブの、あ、似てる気がする、でもそう言われると、君の車もすごくかっこいいね、手羽先と呼べ、ちゃんと手羽先と、うん、だからね、君が来るの街、あちこち探してたんだ。私、ポケモンさんが傷つく勝負はちょっと、なんか、苦手なんだ。この辺どうするかですよね。この辺の、イベントみたいなことを、がっつり、何？ポケモン勝負じゃないの？がっつりやっていくか、それとも、カットでやっていくか、相手してくれる？相手してくれるっていう言い方、ちょっと、スケベだな、なんかな。お前、いやらしい感じがするぞ。お前、その言い方はちょっと改めた方がいいと思うぞ、俺は。できたいと思いますけれども。ここはカットになるんでしょうか？どうなんでしょうか？わかりません。それは未来の僕に聞いてください。ポケモントレーナーのハウが勝負を仕掛けてきた。お、くれるんだ。傷薬も。あ、優しいね。モンスターボールを、10個そんなにくれんの？なんて言うと、5個ブルジョアかな？この人。すげえな。さすがに博士というだけあるな。かなりお金はもらってそうですね。さあ、というわけで、今作はですね、まあ僕も詳しくないんですけど、仲間呼びっていうなんか方法とか、国際孵化とか、色違いをこの手に入れる方法は結構あるらしいんですけれども、まあ、まずは自然遭遇だろうと、ね、ロマンを追い求めようじゃないかということで、とね、私も、何かとゆかりの深い最初の草むらで、自然遭遇目指して粘っていこうかなと、思いますので、皆さんもぜひね、動画見ながらね、自然遭遇やってみてほしいなと思いますけれども、まあ、いくら色違いとはいえ、4096分の1ですから、まあ、出るだろうということで、目標としては、3000くらい目指していこうかなと思います。では早速やっていきたいなと思います。よろしくお願いします。現在の数がだいたい1000なんですけれども、まだまだ出そうにありません。次が1000です。これの次が1000なんですけれども、出ないですね。全然出ますでしょうか。出ないね。まあ出ないんで、まあここからまだまだ頑張っていきたいと思います。さあ、確率的にはまあ半分なわけ、まあ出ないですね。はい、一応ここが目標としていたラインですけれども、まあ出ないですね。40時間以上プレイしたんですけれども、まだなんか出る気配がないので、ここからはちょっと生配信でやっていこうかなと。もうこのね、証拠にもなるじゃないですか。僕がちゃんとやってるんだよと、不正をしていないんだよという証拠のために、生配信でここからちょっとずつやっていこうかなと思います。よろしくお願いします。うわ、こんな回ってるんだけど、うん、どうしてんの、かわいいね、うん、これいいな、ね、このブラジャーみたいなところ、いや、じゃあ、ね、ご飯あげようね、ではもうなくなっちゃうね、え、もう最後のご飯だよね。全部食べちゃった、一人で。全部一人で食べちゃったの。うん。あんなにいっぱいあったのにね。もうこれどこでもらえるのかもわかんないね。これどこでもらえるんだろうね、このおやつね。なんか手に入れて、まあ一人で進まないとね、じゃ頑張ってやっていこうね、本当に早く。一人で見つけないともらえないから、ちょっと頑張っていこうね。うん。7500です、今。
これが7501匹目ですね。早く出ろよ。もういいだろう、さすがに。ここで出るから、ここで。絶対ここで出る。見てろ。俺が出すからな。ここで出るぞ。出た。あ、出た。8607匹目です。出ろよ、マジで、ほんとに。出ろ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 。これが1万1匹目です。1万1匹目も色違いではないと。これでとりあえず1万回突破しました。で1万、これが1万2回目だ。出ろ、もういいだろ。1万だぞお前。4096分の1と歌っておきながら1万やらされてんだよ僕。なんでそれ、おかしくないですか。こんにちは。よろしくお願いします。やっていきたいと思いますので。もう出ていいだろう、ほんともう出ていいと思うわ。もう結構際どいぞ。12時間経つぞ。そろそろあと45分。1万1445。1000じゃねえぞ、1万1000だぞ。3は色違いの出る確率がだいたい4096分の1と言われておりますけれども、全く出ません。乱数調整、乱数調整できるのこれ。もうサンムーンでこの草むらの色違いで乱数調整ってできない。1万匹で色違いが出る確率 91%。 そうなの、出ねえけど。嘘つけよ。9% 引いてるの俺。こんなん当てにならなくねえマジで。俺が見つけるのか。そうか、いいね。かっけえそれ。めっちゃかっけえ。俺が乱、調整方法、俺が見つけよう。はい、じゃあ皆さんご覧ください。今ですね、プレイ時間が90時間になってる。じゃあ分かった。確実に色違いが出る方法を教えます。まず一回レポートを書きます。そしてポケモンを見ます。そしてすぐ閉じます。あ、待って待って、え、なに、ポケルスになってる。え、ポケルスになってる。え、なに、ポケルスになってる。え？ポケルスになってるんだけど。ポケルス引いてるんだけど。え、マジで。え、病気になってた。病気になっちゃったんだけど。ポケモン界の突然変異、ポケルス。超低確率で感染するポケモンの隠し要素の一つ。ポケルスとは戦闘終了後に、65536分の3という超低確率で、ポケモンに感染するポケモンの隠し要素の一つです。マジかよ。うわー、まだわかんねえぞ。まだ来るぞ、まだ乗り切れ。この苦しい時間帯、11時間20分台、この11時間20分台、この11時間20分台、ここは耐え忍べ。ここはまだだ、ここはまだだ。ただ流れをつかめ、この空気の違いを感じろ。まだだ、ここはまだだ。来い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 、引け。あー、1万強制攻撃、強制攻撃。つけるな。悔しい、悔しい。まだだ。うわ、
悔しい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 。だがこれでいい。希望の船エスポワール、そのホールマスター利根川幸男、まるで何者かと出会うために、まるで怪獣たちと出会うために何者かが用意したかのように男はいた。男の名は安藤。怪獣さん、俺らにも取り分くださいよ。そんなひどいっすよ。こい、ふざけるな安藤。てめえ裏切りやがったな安藤。てめえ何の話だ。こい、もう知らねえ、もう知らねえ、どうせ出ねえ、こんどうせ出ねえ、こい、こいよ、もう全員で終われ、全員で終わらせろ。さあ、俺のね、配信を見てね、ポケモンやりたくなっただろ。俺の配信見てて、24時間もだってやってるんだよ、俺が24時間もやってるんだよ。ポケモンちょっとやりたくなっただろ。だからお前ら買いに行け、これ終わったらすぐ、これ終わったらすぐ買いに行け、ポケモンはゲオとかに、本当に買いに行け。そんでお前、鈴木健三の配信を見たんですけどって言え、ちゃんと事前に。鈴木健三の配信、ま、電話しろ、まず家か、こっから俺らが配信終わったら、まずゲオ、近くのゲオに電話しろ。鈴木健三の配信を見たんですけど、ポケットモンスターサンムーンって、そちらの店舗に置いてますかって、まず聞くとこから始まる。そんで、ま、店舗に行って、じゃあ店舗に行ってもなお、鈴木健三の配信を見たんですけどと、言え、ちゃんと。言って帰る、もう。それぐらいのね、あの、そしたらなんかね、いや、どうせバカなね、ネットニュースとか取り上げるだろ、なんか、あれが、あの、LINE ニュースとか取り上げるんだろ、それぐらい、そしたら話題になるだろうが、お前らも還元しろ、俺に、それ。いらない。いらない。いやだ。あっち行け。ああ。おい、色違い。いらない。4096分の1じゃねえのか。おい。色違いの気配もつかめぬまま、いたずらに時間だけが流れていく。まるで命そのもののような血の時間が、そして脳裏によぎる。出ないのではないかという疑念、疑惑、猜疑心。何の収穫も得られぬまま、夏が終わりを迎えようとしていた。今すげえ似てたけど、出ない、まったく出ない、出ねえよ。ひどい夏ですよ、本当に。あー、終わる。ヤフー本社の社長とかも僕の配信見てると思うんですけど、これね、コメント欄にコメントできるというシステムね、これやめた方がいいと思いますよ、本当にね。あそこは地獄ですよ、やめてください。あれねえよ、こんな話題。あれねえよ、こんな話題は。ヤフーニュースなんか、ヤフーニュースにコメントしてるやつなんか俺の動画見ねえよ、間違いない。あれねえよ。そんで俺の動画見てる層とか、 YouTube とか見てる層はみんな思ってるわ、あそこ気持ち悪いよなって。うすうす感づいてるだろ、みんなが。あれいらねえよ。ネットニュース基本的になんか腹立つよな。おっ、あっ出た、あやった、あ、待って、ちょっと待って、ちょっと待って、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 やった来た、ついに、お前、じっと時が来た、おい、来た、来た、おい、おい、出たぞ、お前ら、おい、やべえ、待って、マジか、ちょっと待って、待って、待って、やべえ、震えが止まんねえ、この震えなんだ、これ、やべえ、出た、お前ら、来た、お前、ちょっと待って、やったー、やったー、やったー、来たー、おい来たー
完全に来た。よしよしよし、落ち着け、ちょっと待って、深呼吸させてくれ。落ち着け落ち着け落ち着け、やべやべやべ、なんだこのカラーリングは、なんだこの大阪のおばちゃんみたいなカラーリングは、なこんな紫なの。やったー、来たー来たー、やったー、いやー、震えが止まらない。これ本当に何これ、この震えは今何、これ俺の体調が悪いやつ、これね、これさ、これあれじゃないの、エコノミー症候群の、この何、エコノミークラス症候群の震えなのか、色違いが出たということに対しての震えなのかがもうわからない、もうわからない。あ、やべえ、ヤフーニュースのコメント欄の悪口したら、お前色違い出ました。現在の回数が13581回目、13581回目で、いよいよ色違い出ました。よっしゃよっしゃ、マジで大阪のおばちゃんみたい。うわぁ、なんだっけ、もうボール投げるしかねえんだよな、ボール投げるしかねえんだよな、戦うと倒しちゃう、レベル2だな、レベル2はもう確実に倒しちゃうから、これはボール投げます、バックバックモンスターボール、モンスター落ち着け、モンスターボール10個、きさー、おいふざけんじゃねえぞマジで、おいお前ら何が国際部かじゃ、ボケ、これだ、自然遭遇だろうが、どう考えても夢があるだろうが、捕まれ、シャオラン、シャオラン、お前どもが、何が国際部かだ、バカ、国際部かだろうな、連鎖だろうな、ちげえだろ、どう考えてもロマンだろ、出た、やった、やったー、来たー、完全に来た、うわー、来たー、さあこれやったさあ見たかー、ヤンクスのデータが新しく、おいなんだ、おいチュートリアルで出ないとか言ってたやつ、バカが、俺が証明したぞ、おいやれ今から、おいこれ見てる、ゲーム実況者チュートリアル中でも出るぞ、チュートリアル中でも全然出るぞ、やれ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 、色違いだぞ、ヤングースのデータが新しくポケモンスカに登録されます。来たー、よっしゃー、来たー、あー来たー、完全に来た、色が違う、色が違う、よっしゃー、来たー、ヤングース、うろつきポケモン、鋭い牙で何にでも噛みつく、もともとアローラには住んでおらず、他の地方から連れてこられた。へえー、そうなんだ。動き。おー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 おお、なんか風太くんみたいな。立つこともできるの、二足歩行。あー、かわいいわ、もうかわいいわ、もう俺、もう、クソかわいいわ、もうこいつ。いかちいな。大阪のおばちゃんみてえだ、ほんとに。何にしよう、名前。名前考えてね、やべえ、ちょっと待って、次へ、ニックネームどうしよう、ニックネームどうする、風太くんにしよう、名前も風太くん、覚えてるかな、今の小学生とか分かんないんじゃない、風太くん、レッサーパンダの風太くん、かわいい、やったー、やったー、レポートレポート急げ、来たー、完全に来た、さあこれポケリフレ、お前じゃねえ、ごめんな手羽先、今日はお前じゃねえんだ、今日はこいつだ、あはは、あはは、光ってる、あはは、色が違う、かわいい、あーあー、愛おしい、笑顔、どこだ、なんだそのアホ面は、なんだそのアホ面は、どこが気持ちいいんだお前は、すげえアホ面だな、あここ背中、ここ、あ完全に見つけた、かわいい、かわいい、あ
愛おしい。ああ、愛おしい。やったー。ああ、かわいいよ。みんな、ああ、かわいい。なんだお前。ああ、やったー。出たー、色違いが。餌もやりてえよ、早く。早くポケセン行こうぜ、マジで。餌尽きたんだよな、ポケセンにあるでしょ。なでなで、オッケー。仲良し1個ついた。やっと出ました。自然遭遇で出会うには、13,581回が必要と、いうことですね。なんで皆さんもぜひですね、色違い探したい方は、自然遭遇、13,000回やってみてはいかがでしょうかというところで、まぁ、ちょっとね、また進めて、今度は生配信、連鎖とかね、その他等々、連鎖等々、やっていこうかなと思いますので、また今後ともね、よろしくお願いします。国際負荷とかね。お疲れ様でした。どうも。皆さん本日は、ありがとうございました。お相手は、鈴木健三でございました。また今後ともよろしくお願いします。それでは、失礼いたします。やったー。